3、2、1、0。こんにちは。世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長まっちゃんです。今日も世界中の料理で昆布だしを使ってもらうように頑張っていきます。応援してください。今日は春の暴風雨で大荒れらしいです。春何番と聞かれて春4番と答えました。ホームランには気をつけろよと、そういうふうに息子に教えていると、うちの嫁さんに嘘ばっかり教えないでとすごく怒られました。良い子は真似しないでくださいね。今日は角切り昆布特集です。天然真昆布を手選別、こういう部分がとても美味しく召し上がります。まずは短冊切りに手加工、そしてそれを手で切り分けて出来上がり。とっても手間がかかります。でもとても美味しく低カロリーですので、ぜひ試してみませんか。真昆布コブリンの独り言、店長まっちゃんって忙しくてしんどい時ほど笑うのはなぜ。七不思議の一つであります。